はい、こんにちは。札幌占い美容室早もかしの後藤です。今回パーマをかけます。カットは、昨日されたということなので、履歴なんですけど、写真をちょっと見せてもらったんですが、この辺がもしかしたら2回ブリーチしてるのが残ってそうな感じなので、ブリーチがちょっと履歴がありまして、ちょっとパーマで不安な部分もあるんですが、この辺はまあ普通に染めてる感じかと思います。ですかね、はい、普通に染めて、でちょっと色入れてるので今ブリーチ部分が分かんない状態なんですけど、多分アンダーは結構染まってるかなと思うんで、この状態にパーマをしてちょっと暗くしたいっていうことなので、パーマの後あんまりカラーしちゃうと暗くじゃないや、パーマ落ちちゃうと嫌なので、トリートメントのカラーの方で、トリートメントでケアするというような意味でちょっと暗めに染めていきたいなと思っております。はい、ということで、まあ全体仕上がりは暗くなると思うんですけど、そういう感じでちょっとやっていきますね。はい、長さはこの状態でやっていきます。はい、薬剤が、これがですね、6.8 とキアヌの、システアミンを入れております。はい、でムササビでちょっとウェットをしました。マイソリムササビウォーターの方が良くて、中間はムササビ汁の方が良くて、最初からムササビ汁使うとちょっとパーマが弱くなったりするので、ウォーター先の方がいいかと思います。で、まずちょっとやっていきたいと思います。結構パッツンボブみたく、はい、いい感じで、はい、パッツンボブ似合いそうですね。ちょっと初めての試みだったので不安だったんですけど、初めて結構、あ、そうか、ボブとかはあるけど短くしたのは初めてなんですか。あ、いや、その切りっぱなしが初めてです。あ、そうかそうかそうか、はい、あ、切りっぱなしがね、そうですね、なかなか、そうですよね。ちょっと勇気入れました。パッツンなんで、なんかセット必要なのかなとかいろいろ考えますよね。はい、表面の方は、通常のデジタルパーマのやり方でやって、中はレジコアパーマでやっていきたいと思います。なので表面の方は、ちょっと根元側の、この鉢あたりとかちょっと潰したいので、この辺からしっかりつけていってください。で、つむじじゃないや、パートから指3本分の5センチを残して、やっていきます。ただこの残すところは、これだとストレートのスライシングになってるんで、ここをギザギザに取った方がつながりが綺麗になりますので、ちょっとギザギザに取ってください。はい、こんな感じに取ります。反対も指3本分のところをギザギザに取っていきます。パーマ合わなそうかいっすね。難しそうっすね。そうですか。あれ かけたことありますね。ありますね。かかりますか。一応大丈夫ですか。いや、あの、なんか立地でなそう、なんかゆるくかけた時は、はい、2週間くらい取れちゃって、まあいいかなと思います。ちょっとゆるめで、はい、ここにスプレーをしました。他のところも全部一緒ですね。そして、ポイントなんですけれども、毛先の方を少しこういうふうに擦るような感じでやっていくことによって、二剤の浸透率、あと残留した一剤を除去していくっていうような感じですね。で、ここはすごいしつこくやった方がよくて、二剤をしっかりやっぱり、するっていう部分ですね。ここはもう二剤のお湯に浸かってるぐらいの、お風呂につけるっていう感じなんですけど、それぐらいの感覚になるぐらいちょっとしっかりやっていきます。はい、ガラス化するまで待っちゃうと結構髪が傷んじゃうので、通常席で二剤塗布して15分置いたとしても、実際に毛髪の内部の必要なとこに必要な二剤が届いていないことが多いので、であれば時短をして、このようにしっかり必要なポイントにしっかり届くような感じで、二剤処理をしていった方がいいんではないかなっていうふうに
僕は思います。もう二液にも浸した状態で、髪の毛を少しこう揉み込む感じ、これが一番ベストな状態かと僕は思っているので、これが席でできれば席でいいんですけれども、実際席でこれをやるとなるとびしょびしょになってしまうので、やっぱりシャンプー台でやるっていう二剤の、処理方法っていうのが、まあ的確なのかなっていうふうには思っております。はい、でお客さん首痛くなるので、うちのシャンプー台はこう後頭部がこうちょっと置けるタイプなので、これだとロットが当たっちゃうんでちょっと外すんですけれども、はい、どうぞ。これ大丈夫ですか？はい。で、この状態である程度二剤が浸透したら、ここで二液シャンプーを入ります。二液の延長線上みたいな感じですね。長く二剤を置いたからいいというわけではなくて、必要な、状況で長く置くのはすごくベストだと思うんですけど、まあ適当に塗布した状態の二剤放置っていうのは全く意味がないと思ってますので、必要な状況での二剤塗布をちょっと心がけたいなというふうに思ってます。まあ、結構しつこくやってるんですけど、二剤は本当にしつこくやらないと、だれたりとかしてしまうのと、一剤塗布の放置タイムがやっぱり結構な時間放置になりますから、機械入れてる時間も含めてなんですけれども、二剤はやっぱり結構しっかり時間を置いていかないと、やはりそこに対応ができなくなってしまうので、そこはまあ加水除去の薬剤つけてもいいですし、僕はなんか加水除去の薬剤がどうしてもちょっと反応を弱めてしまう、気がしてちょっと使わないんですけれども、まあしっかりそのお湯で流すって感じですね。その回タオルを使って、溜めていきながら、で実際手だけで流すとこんだけお湯を溜めることができませんので、タオル、まあ、ドライ状態の方が、塩基性カラーは乗りやすいので、少しタオルドライしっかりした状態で、やってった方が塩基性が乗りやすいです。はい、塗布はもう手でちょっと冷たいですけど、すいません、ちょっとつけます。塗布は、手でちょっと塗っていくんですけれども、で毛先の方は結構染まりやすいんで、毛先の方が、まあ、ブリーチの履歴してるんで、ちょっと毛先が色出すぎたら怖いんで、もし出すぎてしまった場合は、まああとポイントとしては、ちょっと薬剤硬いんで、少し水をつけて乳化するみたいな感じで僕はやるんですけど、いつも使ってるキャップが結構保温が効くので、こちらを使います。はい、これで放置ですね、席で。で全体にヘナウォーターをつけてから、はい、で全体につけたら、今度ヘナウォーターじゃなくてヘナジェルをつけていきます。新しくなったやつ、結構なんて言うんでしょうね、前のやつはちょっとこうきしみ系だったんですけど、今回は結構サラサラ系にしたので、だいぶ使いやすいかなと思います。でヘナジェル結構つけると、毛先につけると自然乾燥、ムースの代わりにもなるので、自然乾燥もまあデジコアパーマだと、リッチが出ますから、ウェットでこのまま自然放置でも大丈夫ですけど、今日はちょっと乾かしていきます。12時ぐらいまでやってる、すごい、腰がやばいですね。すごいやばいですね、死にますね。ずっと夜やってるんですか？結構やっぱ明日もあるんで、やばいですね、腰が。でも今日営業めっちゃ忙しかったね、本当に。やばいですね。
はい、こんな状態、今ちょっとまだブラシ入れてないんですけども、ちょっと後ろを見せますね。こういう状態、後ろ見えてるかな、まあ、このような感じに、まあ、今乾かしただけなんですけど、ポイントとしては、波ウェーブ巻きすることによってここのエッジが出るんですよね。このエッジが内側に入るとちょっと可愛くなったりとか、これ通常のパーマだとこのエッジ出づらいので、ここに折り目がちょっとつくって感じで、少しここにこうなんか、なんて言うんでしょうね、くぼみが出ることによってちょっとかっこいい、ラインが出るのかなと思います。なかなか通常のパーマだとこのくぼみを出すのが難しかったりするんで、まあ、それが波ウェーブのデジタルパーマ、デジコアパーマの、ポイントかなと思います。で、乾かしたら乾かしただけこういう風に、リッチが出てくるので、まあ、ウェットで、自然乾燥させても乾いたらちょっと大きめになるので、ポイントとしては毛先のロットを大きくするってことですね。で、中間を小さくするんで、今回は中間は 18mm で毛先は26mm と 18mm を使ってるんで、毛量がやっぱりここが多いので、毛量が多いここら辺で、毛先はそぎが入ってますから、この毛量が多いところは、18mm でちょっと強めに巻いて、毛先の方は、結構時間放置しますから、加温タイムだったりとか、毛先は結構大きめの26とか、32とかぐらいでいいと思います。ただあんまり32で巻くと中間がちょっと窮屈で波ウェーブパーマが巻けなくなるんで、この長さだと26ぐらいかなと思います。っていう感じで、こんな感じになってますね。で、スタイリングもこの辺をこうちょっとくぼみを作っていくようなスタイリングの方がちょっとより可愛いのかなと思うんで、このエッジはなかなか出せないと思うんですよね。この S 字ですね、これで通常のパーマじゃなくてコテじゃないと出せないエッジなので、こういうのが可能になるという感じになります。